どっちかにかけたいのか。なんか変な毛いる。こんにちは。お昼ご飯はまだ食べておりません。こんにちは。今日は何を話そうかね。今日は何を話しましょうか。はい。今日はそうやらなきゃいけないことがたくさんあるけど、ちょっとやめて。生誕祭の話。私の生誕祭はいつあることやら。来月かな。そうなの、多分ね、学生メンバーはこの時期切羽詰まっているんです。はい、いつもサマーソングセットリスト公演とテストとか課題とか、この時期いつも追われているんです。学生はいつもいつも。そうなのよ。ドドドドドドと追われているんです。今日はバナナのアイスを食べました。スイカは終わったんだ。だってまだ終わっていません。バナナアイスを食べたとか、バスタイムズのスイカはまだ食べ終わっておりません。
誕生日9月30です。イエイ。そう、冷蔵庫並みのスイカだから。そう、昨日さ歌いすぎて昇格についてに当たってみたいな話はあんまりできておりませんでしたの。そう、だからで、そう、もう深い話はね、思い当たることはありません。思い当たり、深く話しましたな。だってないの？だってそう、いろいろ考えてみたけど、もう残っていることはないね。ないね。もうないな。じゃあ次は浅い話。昇格発表前に。ポキさんが一人で座ってたんですけど、私が充電器を返してマドレーヌをあげました。喜んでおりました。これが浅い話ですかね。浅い話というかエピソードトークというか、昇格発表前にマドレーヌをあげました。頑張ろうねって。ほんわかエピソード。そう、緊張してるなと思ったから、このタイミングでマドレーヌ渡しとくかって浅い話でした。エピソードトーク、ほんわかエピソード。それぐらい昇格発表前、昇格発表後のエピソード。そうだな、あと昇格発表後は花江ちゃんと話しながら戻りました。ドキドキしたねーとか言って話して、なんか私どっちに出ればいいか階段が分かんなくて、なんか迷子になっちゃったあれーって花江ちゃんが言ってて、いやでも私もオフラインおしゃべり会の会場に来るの初めてだから、ステージがあること初めて知ったよって話してた。間違えちゃったよって言ってたから、
平和な世界。かなあ。あとなんだろう、エピソード。いいエピソードないのかな。何エピソードある？いや聞かないでって話だよね。4期生の話。4期生はなんかコマちゃんが多分部がかぶってなくていなかったんだけど、おめでとうございますみたいになんか走って言いに来てくれて、あとあゆみちゃんが LINE でおめでとうございますみたいな LINE をくれた。嬉しい。あとあの小悪魔の写真とか、小悪魔の写真は全部あれは木本アンナちゃんが撮ってくれました。あとそう思い出した、これはいいエピソード、いいエピソードってか浅いけど、あの小悪魔ななみさんとお揃いだったみたい。ななみさんも持ってるんだって、あれ、あの小悪魔。えでも私見たことがなくって、あれ部数の問題、なんかいる部の問題、それともオフラインで来てた、どこで来ていたのか分かんない、見てないから。そう、ななみさん本人から私も持ってるって初知りでした。そうだよね、初知り。えちょっと情報ある方いませんか。え私にはなんかあんまり記憶にない、私のいる部の問題見たかった。じゃあ今度お揃いでおしゃべり会出たい。でももしかしたらだけど、あの小悪魔のコスプレはツーウェイみたいな感じなんです。肩出しでも着れるし、こっち上げても着れるの、下げないで。だからもしかしたらななみさんが上げてきてて気づかなかったとかあるかも。そう、私は下げてきてたからその差で気づかなかったのかもしれない。なんだっけ、オフショルにするかしないかみたいな感じ。それだけで結構顔周りだと結構印象変わるもんね。なんかたぶんコスプレでお揃いになったこと人生で初めてかも。あんまりだよね、私服が被るとかはさまだわかるけどさ、コスプレが被るって結構なんか不思議な感じがした。えそんなことがあるのかって。ピンクの小悪魔ないですよ。でも猫もあるからね、次のおしゃべり会長岡9月、9月は多分
生誕ティーと、あれ違うか、ん、わかんない、わかんなくなっちゃったよ。でもとりあえず猫も着るよ、着ぐるみじゃない方ね。そう、ちゃんとコスプレっぽいやつで。その日のエピソードあと何あるかな、なんだろう。あー思い出した、あそう、みはるさんと目が合って、カラコンかわいいですね、キュルキュルって言ったの思い出した。キュルキュルって昇格発表終わったぐらいで。そう、それとあと何エピソードある？あとエピソードは思いつきません。ノットエピソード、ノットエピソード、あと何？あ、そうだ、初めてのオフラインおしゃべり会だったから、どれぐらい着替える時間があるのかなと思って花江ちゃんに LINE してたの。え、着替える時間ってどれぐらいあるのって、浴衣着る時間ってあるのかなみたいな話をしてて、そう、それで花江ちゃんに当日会ったら、ね、ごめんね、なんかよく考えたら全然着替える時間なかった、ごめんねって言ってた。可愛かった。そう、私は結構遅れてたのでね。そう、忙しかったですね。完売してたこともあったけど、そう、とロケが途中で、はい、ロケっていうか何、インタビューが途中で、何、聞く側がもう入ってたから、そう、結構やんなきゃいけなかったし、そう、だから完売もそうだったし、だから一回も座ってない、おしゃべり会中に休みでずっと走ってた。ダダダダダ、そう、でも3部だけだったからそんなにどっと疲れっていうわけでもないけど、そうそう、後ろにカメラとかいた、そうそう、カメラがあったんです、ここにね。お弁当は美味しかったの、だって食べれませんでした、お弁当食べる時間なかったよ食べる時間なかったよ、休む時間ちょっとあったけど、インタビューしてたよ楽しかったから全然いいんですけど、食べる時間はありませんでした。そう、それにね、大荷物だったの、そう、浴衣を戻すために、もう T
キャリーで来てたから、もうだいぶ大荷物で自分の手で持ってるカバンの方も重いから、ああもうこれ持って帰るのも無理だっていうことに気づいて、はい、悲しい。そうなのよ、とっても楽しかったですよ。でもまあでも次からは座れるように頑張ります、要領よくね。要領よく頑張ろうと思います。まあでも次もね、完売できたら嬉しいです。販売できるかな。完売できたら嬉しいですが、どうでしょうね。できれば完売できるように頑張ります。本当におしゃべり会ってすごく、あの何、すごくなんか走り続けてて、これを毎回するのかなと思ったんですけど、でも意外と大丈夫なのかもしれないですね。でもさ、次完売できるかわかんない。普通にだってさ、この前はさ、あの初めて私がおしゃべり会に出るからってことでさ、来てくださった方もいるじゃん。だからさ、次完売できるか、完売してほしいけど、で欲しいけれども、できるのかと言われると分かりません。まあ言うことが大事だから言ってみてはいるけど、もう自信はありません自信はありません。だってなんか、マリナさんとかミュウミュウさんみたいにすごい話ができるわけじゃないから、あのせめてもの抵抗で可愛い服を着るぐらいしかできないから、
せめてもの抵抗で可愛い服を着ているっていう。なんだっけ、リスっぽい私服とポリスと。ねえ、そのさ、その話していい？あの、うん、ポリス着るか、ポリスポリスってやって、ポリスってメモしたの。ポリスどうしよう、ポリスポリス、リスリスっぽい私服でした。ポリスポリス、リスっぽい私服。そう、ポリスポリス、何着よう、ポリスポリス、リスリス、リスっぽい私服っていう。そう、思いつきだったの。ダジャレなのこれが。ダジャレだったのこれ。そう、頑張って考えて、そう、しりとり、そう、ポリスポリスポリス、リスって、ポリスリスっていう。そう、思いつき、そっから思いついた。そう、制服も楽しみだって。やばい、制服まだ買ってないよ、買ってないよ、買ってないよ。うん、制服、制服ってさ、何がいい？セーラー服？え、ってかさ、夏の制服ってさ、ブレザー着れないじゃん。そう、まだ調達できていないのよ。セーラー服かな。でもなるべくさ、現役だからっていうか、普通にコスプレっぽくならない方がいいよね。ガチっぽい感じの方がいいでしょ。だからなんならその日ちょっとメイク薄い気でいるもん。そう、スクールメイクぐらいの薄さで行こうかと。ってことは今日ぐらい。そう、ほぼすっぴんじゃないかぐらいで行こうかと思ってる。今日もめちゃめちゃメイクしてるかしてないかと言われると微妙ラインぐらいのメイクです。かな。あとね、制服でメイクはギャルだって。確かに。え、制服の時って髪何がいい？私、え、リアルに行くんだったらこれだよ。え、どっちかけてたっけな。こっちだな。こっちはかけてないです。こっちをかけていました。まあでも言うて気分、言うて気分よ。お団子三つ編みポニーテール、試しに両方かけてみて。なんかね、私ね、多分これは遅れ毛巻いてないからだと思うんだけど、そう、両方、そう、でもリアルならこっちね。いつもの学校の姿を見たい方ならこっちで。ポニーもいいね。でもね、たまーにハーフアップもしてたかも。めちゃめちゃたまにね、時間があった時。
たまにしてた。そう、これがリアルです。リアルおしゃべり会、リアルおろしでした。結ぶのもね可愛いんだけど、当時の私にとっては結ぶのちょっとめんどくさいって思ってたけど、体育の時とかはポニーだったね。結べって言われるから、家庭科とか。そうだな、セーラー服だったら三つ編みとかもありなのかな。でもどうしようかね、どうしようかしら。まあ制服を着てみた感じで考えてみます。そう、制服を着てみてな感じで決める。まあでもなんとなくだけど、ハーフアップかポニーか三つ編みかおろしか。制服の後にポリスだから、それに対応できる髪型になるかな。確かに確かに確かに、それはそうだわ。ポリスの髪型って何ポリスの髪型とはなんだ。ストレート、まあストレートであれば何でも良さそう。確かにそれは確かに。カイリちゃんのあの髪型だって。あ、壁シャ？これ？楽しみですね。ツインテール私するかな。公園でもあんまりしないからね。やっててハーフツインの、こうやって取ってここでクリリンパしてるやつかなーって思うよ。やってても、うん、難しいね。サマーソングセットリスト公演もね楽しみですね。ワク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 。ツインテール見てみたい。いつかするかもね。
はこの配信終わったら何をしたらいいんだろうな。とりあえず何をしたらいいんだろう。何をしましょうね。とりあえずご飯、そうだね、ご飯を食べるとします。私は、何と何することあるのだって。やだ、やらないよ、やりたくない、やりたくない、やりたくないったらやりたくないやりたくないよ。やらなきゃいけないことはあるんだけど、うぎゃ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 って感じ。はあ、やりたくないよ、やりたくない、やりたくない、やりたくないっていう感じです。現実逃避、現実逃避をしておる。また一個やらなきゃいけないことを思い出したよ。もう、うわーうわ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 、やだーやだよーやだよくーやねー。本当にさー、学生とはさ、なぜここまでさやることがあるんでしょうか。学生とは、学生とはなぜ、社会人の方が大変よ。だってねえ、どっちが大変かな、どっちが大変かな。でもどちらかといえば、どっちも、どっちも大変です。学生も社会も。そう、個人的には学生時代だってね。でもさ、正直さ、この話はさ、場所によるよね。学生といってもさ、どこの学校にいるかとかもあるしさ、社会人としてもどっちを、どっちのさ、どっちじゃないや、どんなお仕事をしているかとかさ。私の話す社会は楽しい、自分がやりたくてやってることだから、まあまあまあって感じだけど、どっちも割と、割とやらねばならんことはあるやらねばならんことはある。大変ですよね。
現実逃避で今この配信を見ていますだって。わかる。私もお仕事も学校のこともやらなきゃいけないことはたくさんあるんですよ今。特に夏って一番大変なのは、リカさんの時の卒業コンサートあたりだったかな。夏のコンサートっていう時点ですごく大変なわけなんですよね。そう、暑いからな。そう、暑いし暑いしね。暑いのよ。そう、よく言えば充実してますね。だって確かに充実はしているのかもしれん。暑いのと寒いのどっちがいいだって。寒いので部活戻らなきゃ。またねー。だって部活こんなに暑いのに部活か。暑い暑いよ外は。運動部は暑いよ。頑張れファイト。頑張ってね。お仕事も頑張ってくださいよ。ファイト。私もじゃあ頑張りますよ。そろそろ現実に戻るか。だって。じゃあそろそろ壇上も読みますね。いきます。13位三毛猫2263、12位ズロロさん、11位ティンバレラさん、10位グリーンマンさん、9位マシオさん、8位コウさん、7位ふわふわさん、6位ベレータさん、5位リエちゃんズさん、4位リエちゃん、4位ベロさん、3位世紀末の人間さん、2位カンクロウさん、1位佐藤塚さん、ありがとうございます。それではありがとうございました。バイバイ。